もこんにちは、創作折り紙作家のダーちゃんです。では始めます。こちら 7.5 センチの黄色、こちらを三角に半分に折ります。ではハサミで切ります。こちら半分だけ使うんですけど、こちら裏のこの端っこをのり付けします。で 7.5 センチの黒、こちらにこのように貼ります。では裏返して対角線上に折ります。はい、折りましたらこの縦でこう2つに2色に割れてるようにしてから裏返します。でこの上下の角を真ん中に合わせて折ります。では半分に折ります。では下の縁をこのように上に折るんですけど、ここはだいたい1センチほどで折ります。で開いてここの折り筋をつまみ折って反対にします。ではこちらもちょっともう一度しっかり折ってから、この折り筋をこの真ん中に合わせるように寄せながら折ります。このように段折りになってると思います。ではこちらもこのようにつまんで寄せて折ります。では一度裏返してこの縁と真ん中を合わせるように直角に折ります。でこちらも同じように直角に折ります。で一度ちょっと開いて、ここポケットになっている部分を開きながら、こちら側に寄せながらこのように押しつぶします。ではこちらも同じようにします。ではもう一度ちょっとこのままにして、この黄色い方、こちらをこの角を2センチほどで折ります。ではまた 7.5 センチの黒、こちらを色を上にして四角に半分に折ります。はい、開いて回転させて四角に半分に折ります。開いて裏返して三角に半分に折ります。開いて裏返して三角に半分に折ります。はい、では両手で両端を持ってこのように手を寄せるようにしながら畳んで、ここをしっかり折ります。はい、ちょっとこちら向けますね。では下の角とこの上の縁を合わせるように一度このように、ちょっと黒なんで分かりにくいですけど折ります。こういう感じになってます。では一回ちょっと置きまして、このままここを開きます。で開いてこのままこちらこの部分を倒します。でこちらも倒します、この部分ね。そしたらここが、この部分が浮いてると思うので、このままここを
こちら側を指で押さえながら、ここを指で、こちら側も反対のこの指で押さえて、このように潰し折ります。こういう風になります。で、こちらも同じように折ります。では、この下の縁を上に合わせて折るんですけど、このように折った時に、ここの幅とここの幅がだいたい同じになれば OK です。こうかな。これで OK です。では、ちょっとこちら向けますね。こう、こちら向きにします。で、この角をこちら上に持っていくように、このように斜めにこういうふうに折ります。こちらも同じように折ります。こちら、この角、今度はここを支点に斜めに、今度は下側に折ります。で、こちらも同じように折ります。ではまた 7.5 センチ、こちらを半分に折ります。開いて、下の縁を真ん中に合わせて折ります。開いて回転させて半分に折って、またこの真ん中に合わせて折ります。ではハサミでこことここを切ります。ここからまず切って、こちらを切ります。はい。で、この2つ使います。こちら長細い方、こちら半分に折ります。では下の縁を真ん中に合わせて折ります。では上の縁はこの真ん中より少し下に合わせるように折ります。次、こちら、こちら三角に半分に折ります。この縁を、この上の角を支点に少し斜めにこのように折ります。折った時ここがだいたい1センチぐらいで OK です。で、こちらも同じように折ります。では組み立てていきます。まずちょっとこちら、ここをね、ちょっとこちら側かな、こちら側に向けてちょっと合わせるんですけど、角がちょっと下になるように合わせます。で、合わせたらちょっとここをね、一回こちら側へ折りますね。で、これもこちら側へ折ります。で、ここですね、ここを少しのり付けします。で、ここへ貼ります。はい。貼ったら、これをこの爪部分を裏側へ、ここへ巻き込んでおきます。では次、こちら、こちらもちょっとこちら向きにしてからちょっと調整します。で、こちらを向けて足をまずちょっと見ながら合わせてから、確認したらここをのり付けします。で、このまま貼ります。こうですね。で、ちょっと手が見えないので、一回ここを斜めに折り直しておきます。
これで見えるようになりました。ではここ斜めに折ります。はい、こちらも斜めに折ります。でこちら向きかな、こちら向きにして、ちょっとこことここの間にちょっと一回貼ります。でその時にここをちょっと真ん中をある程度のり付けしてから貼ります。この辺り貼ったら、ちょっとここの縁ぐらいに合わせて、少し下かな、合わせて折ってからちょっと折り返します。こういう感じで、でこちらも少し折って1ミリほどで折り返します。はい、あとはここをちょっとくっとこのように折って、ここも少しこのように折ります。でここをね、少し開けるようにします。はい、こんな感じで折ります。ここを折って、ここも折ります。あとは形を整えます。はい、出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。